シーポシェイバーはオープンソースのパワーマッキントッシュエミュレータである。最初はビストリナックス用に設計された。この名前はマッキントッシューエミュレータのシェイプシフターにかけたものである。シーポシェイバープロジェクトは当初クリスチャンパウアーが発案してプログラムを作成した。しかしその後はシーポシェイバーの主要な開発者はグウェノレボーシェヌとなっている。シーポシェイバーは 当初1998年に初めてリリースされた時は商用ソフトウェアであったがビスのメーカーである BE 社の消滅後2002年にオープンソースとなったパワー PC と X86 の両方のシステム上で動作するしかし X86 システムでの動作はパワー PC システムより低速であるシーポシェイバーは Windows にも移植された Mac OS X のパワー PC 版を呼び、Intel Mac 版も公開された。Intel Mac 用の完全なインストーラーはここにある。Mac OS 7.5、2から9.0、4までが動作し、利用者が、クラシック Mac OS のアプリケーションをビ i s や Linux や Windows のアプリケーションと同時に、動かせるように、Window 内で動かすことができる。C ポシェイバーには、 イーサネットサポートと CD 音質の音声出力があるが、シーポシェイバーはバジリスク2の場合と同様メモリ管理ユニットをエミュレートせず、そのため MacOS9 のより新しいバージョンや MacOS10 のいかなるバージョンも動かない。これらの OS に対する最善のエミュレーターはパープックである。現時点でシーポシェイバーの開発者任務のエミュレーションを追加する予定はない。 無のエミュレーションは、エミュレータの性能改善にとって邪魔だからである。ありがとうございます。